UK プリンプリンプリン、どこまでもプリンプリン、君と一緒にどこまでもプリンプリン、行く手は広がる夢のよう、どこまで行っても明日がある。なんだろう、あの音。キキ、オートバイだ。プリンプリン、気をつけろ。007変な気分よりランカー様へ緊急報告。なんだ変な気分、早く言え。プリンプリンはお尋ね者になりやしたぜ。何？白バイに追われてます。一体どういうことなんだ。これ以上詳しいことは分かりやせん。報告終わり。で、火星人に、ね、もういや、あのさ、今さっきプリンプリンが通らなかったから。通りました、オートバイで。その後ろから白バイも。オートバイを運転していたのは誰なんです？で、それがほらあのほら、ケチャップ。そう、やっぱり。白バイに追われてるのよ。え？うん、分かってる。ダメよ、止まらなくちゃ。へっ、かまうもんかい。しっかり捕まってろよ、プリンプリン。あー、怖い。キシキシ。よっしょ、よっしょ、よっしゃ、よっしゃ。ハロー、
あら、あなた、スーパーゲッチ。何ですか、マカローニ。あなたってよくまあそんな平気な顔してられるわね。私の胸は虫の知らせと悪い予感で張り裂けそう。心配したって始まりませんよ。気を楽に持ちなさい。お黙り。はい。気を楽に持つことなんかできるわけがないでしょう。一人息子のケイチャップがジャポン製のオートバイに乗って出かけたんですよ。ああ、もうダメ。衝突追突前方不注意スリップカーブの曲がり損ない。おっと、引かれることには慣れてるさ。なんだってこっちはプロだもんね。このボソズギ野郎め、反則金山ほど踏んだくってやるぜ。免許証あんだろうな。あるよ。じゃあ出しなさい。出せってんだ早く。ケイチャップっていうのはあんたの名前？そう、ついでに言うとパパの名はスーパーゲッチ。え、スーパーゲッチ大統領かか。ママの名前はマカローニ。マカローニ夫人閣下。そういうこと。失礼いたしました。で、反則金はいくら？とんでもない。お坊ちゃま閣下、どうぞお気をつけてお運転を。ま、追いかけてくれてご苦労さん。いや、楽しかったよ。ではごきげんよう。お達者で。変なの。この国のおまわりさんはおかしいのよね。どう遊ばしまして、ランカー様。変な気分からの報告によれば、プリンプリンがお尋ね者になって白バイに追われているという。一体どういうことなのかさっぱりわからん。気持ちを静め落ち着くためにはお茶が一番。一服どうぞ。うん。ああ、苦い。お茶ですもの。しかもお前は変な趣味に凝ってるようだ。この前は生け花、今度は茶の湯。どういうことだ。花嫁修行ですかしら。くま、嫌味な女。本当に乱暴よ、あなたっていう人は。呆れたわ。ねえ、経験ある？経験？オートバイに乗った経験。似たようなものには乗ったけど、あんなスピードは初めて。気分よかったろ、スカッとしたろ。いや、俺もそうさ、気分最高。ああ、俺は生きてるんだってそんな気になんだよな。はあ、プリンプリン。君はいつも俺のそばにいた。僕はいつも君のそばにいた。共に語り共に歌っていた。どんな時もどんなところでも
なくショポン、なんとなくシロ、なんとなくキツン、なんとなくなんとなくショポンシロキツン、ショポンシロキツン。ああ、プリンプリンはどこだろう。ケチャップと一緒さ。ケチャップはどこでしょうね。プリンプリンと一緒さ。ああ。そうだ、せっかくここまで来たんだから面白いもの見せてやろうか。面白いものって？花だよ。この国デルーデルにはいっぱい花があるじゃん。その中で一番美しい花、一番珍しい花、世界中探してもこの国にしかない花、幻の花。待って、ケチャップ。もしかして、その花は。どこにも花が咲いている。美しい国。ここが祖国なら、クイーンが私のお母さん。いつでも火星人。何ですか、モイヤ。さっき君はケイチャップのことで妙な噂を聞いたと言っていましたね。そうなんです。どういうことそれ。話せよ。幻の花、月の瞳のことです。月の瞳って言えば、プリンプリンがこの国のプリンセスかどうかを決める花。でもダメになっちゃったんだよね。誰かがめちゃめちゃにしちゃった。月の瞳の花が咲いたかどうかもわからない。その月の瞳を知っている人がこのデルーデルには何人かいるのです。そしてケイチャップはその中の一人なのです。本当？本当さ。そこへ行けば月の瞳が見られるのね。そうさ。行くわ私。ねえ、どこ？よし、案内するよ。月の瞳、それはどんな花なんだろう。注意注意注意！
危ないよ、火星人。お、あれはもしかしてプリンプリン。どうなってるんだろう。007変な気分よりランカー様へ緊急報告。なんだ変な気分、早く言え。プリンプリンはお尋ね者になりやしたぜ。何？白バイに追われてます。一体どういうことなんだ。これ以上。なんだろう、あの音。キキー、オートバイだ。プリンプリン、気をつけろ。でしょう。一人息子のケイチャップがジャポン製のオートバイに乗って出かけたんですよ。ああ、もうダメ。衝突追突、前方不注意、スリップ、カーブの曲がり損ない。おっと、引かれることには慣れてるさ。これ以上我慢できない。怖い。もうや。はあ、命拾いしたって感じ。ねえモキ。キー。逃げおったってね、そうはさせねえの。なんたってこっちはプロだもんね。このボソズギ野郎め、反則金山ほど踏んだくってやるぜ。免許証あんだろうな。あるよ。じゃあ出しなさい。出せってんだ、早く。ケイチャップっていうのはあんたの名前？そう、ついでに言うとパパの名はスーパーゲッチ。え、スーパーゲッチ大統領閣下。ママの名前はマカローニ。マカローニ夫人閣下。そういうこと。いや、失礼いたしました。で、反則金はいくら？とんでもない。お坊ちゃま閣下、どうぞお気をつけてお運転を。ま、追いかけてくれてご苦労さん。いや、楽しかったよ。では、ごきげんよう。お達者で。変なの。この国のおまわりさんはおかしいのよね。
どう遊ばしまして、ランカー様。変な気分からの報告によれば、プリンプリンがお尋ね者になって白バイに追われているという。一体どういうことなのかさっぱりわからん。気持ちを鎮め落ち着くためにはお茶が一番。一服どうぞ。うん、あああああ、苦い。お茶ですもの。しかもお前は変な趣味に凝ってるようだ。この前は生け花、今度は茶の湯。どういうことだ。花嫁修行ですかしら。くそ、まあ、嫌味な女。本当に乱暴よ、あなたっていう人は。呆れたわね。ケーキと詳しいことは分かりやすい。王国おりで、火星人ね、もういや、あのさ、あ、今さっきプリンプリンが通らなかったから。通りました、オートバイで。その後ろから白バイも。オートバイを運転していたのは誰なんです。でそれが、ほら、あの、ほら、ケーチャップ。そう、やっぱり。あら、あなた、スーパゲッチ。何ですか、マカローニ。あなた、あなたってよくまあそんな平気な顔してられるわね。私の胸は虫の知らせと悪い予感で張り裂けそう。心配したって始まりませんよ。気を楽に持ちなさい。お黙り。はい。気を楽に持つことなんかできるわけがない。